材料は表布を1枚、オックスプリントなどが丈夫でいいと思います。下を輪にしたものを1枚と、裏布用に薄手のコットンを1枚、同じ大きさのものを用意します。紐用の布を2枚。まずは紐を作ります。下から1センチと上から1センチ折ってアイロンを当てます。さらに半分に折ってアイロンを当てます。これを2本作ります。周りをぐるりと端ミシンをかけます。このように紐が縫えました。だいたい端から1ミリから2ミリぐらいの端ミシンをかけます。表生地の真ん中12センチくらいを開けて紐を仮留めします。端から5ミリぐらいのところにミシンをかけておきます。反対側も同じようにつけます。紐をつけるときは、紐がねじれてしまわないように注意してつけます。次に両サイドを1センチずつ縫います。表布が内側になるように折ります。裏布も同じように1センチずつ両サイドを縫います。両サイドを縫うと、袋状のものが2つできます。これも袋になってます。裏布の縫い目が内側に来るようにひっくり返します。角は後で整えるので適当で大丈夫です。で、この布を表袋の中に重なるように入れます。ぴったり重ねたら、6箇所から8箇所ぐらい待ち針で留めます。端のとこは縫い代がどっちかに重ならないように分けて留めます。紐からちょっとずらしたこっからここまでぐらい15センチぐらい開けてぐるりと一周縫います。15センチぐらい返し口をつけて1センチ幅でぐるりと縫いました。次にここから表に返していきます。ひっくり返すとこんな感じになります。それを開いて、裏布を内側に入れていきます。これをきれいに整えます。空いてるところは1センチ折り込んでアイロンを当てて、周りも全部きれいにアイロンを当てます。アイロンで整えました。ここはまだ空いてますが、一緒に縫うので待ち針で留めておきます。待ち針で留めて、この辺りから一周ぐるりと端ミシンをかけます。レッスンバッグが出来上がりました。